6.7 兆円に追加関税という、続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、中国政府は3日、アメリカが検討中の中国製品に対する追加関税を発動した場合、対抗措置として年間600億ドル、日本円でおよそ6兆7000億円相当のアメリカ製品に報復関税を課す方針を決めたと発表しました。対象は合わせて5200品目余りに上り、品目によって 5% から 25% の関税を上乗せします。はい、そこまでいいんですが、はい、これも共同通信のこの記事、あるいは地上波のテレビ、それから朝日だけじゃなくて、はい、大半の新聞の報道ぶりと現実が全然違うってことをお話ししなきゃいけないですね。で、別に虎ノ門ニュースだから、普通のメディアと違うことを言ってるわけじゃなくて、これすごい簡単に言うとですね、アメリカの方から仕掛けたのは間違いないですよ。トランプさんの方から今までの約束全部覆して、とにかくアメリカに入ってくるものにはすごい関税かけるんだと、だから通常で言うと、25% の関税かけるとその値段が 25% 上がってしまう、はい、値段もし上げないで無理するんだったら、そのアメリカに輸出する企業は利益は簡単に言うと 25% 減ると、ね、本当はもっと減りますけれども、それに対してこの日本はやめてやめてと言ってるだけだけども、チャイナはじゃあその中国もアメリカから輸入してるものいっぱいあるから、ね、特にアメリカの、大きすぎて使いにくい車とか、ちっちゃくしたらなんかもうすごい奇妙な生き物みたいになってしまったとか、そういう車でもアメリカ製だったら中国人がどんどん買うんで、日本人でアメ車に乗ってる人っていうのは、まあ、趣味の人、僕は決して嫌いじゃないです、あのふわふわ感ね。ただし大手メーカーの市場を頼まれて座った瞬間にこのシートがバーンと後ろに倒れて、そのこう説明に来た人の顔色が変わったのも忘れがたいんですけどね。そんな一幕も無視の情けでメーカーは言いませんけれども、でもそういう車でも中国はどんどん買ってるわけだから、同じように関税かけると、だから米中がやり合ってるって報道で、このニュースもそうでしょ、はい、この特訓終わってるんですよ、終わってる。どうしたらと思います？実はもう終わったんですよ、ね、これ ね物事は複雑じゃないと僕いつも申し上げてるでしょ、はい、で複雑じゃないのに複雑に言う東京大学をはじめとした先生方とか、はい、ね、評論家も、その難しく言うのは仕事だから、特に経済はだから信じちゃダメなんですよ、ね、これは話は簡単で、はい、こうやって本当にやり合ってるってことですよ、うん、ね、やり合いができてるんだったら、アメリカと中国の間の貿易が対等な場合ですよね。わかります、その中国がアメリカに売ってるのと同じ分だけ中国がアメリカが買ってれば、それはお互いにあってぶつかるけれども、倍以上なんですよ、アメリカの方が、倍以上中国から買ってるわけですよ、だから中国は報復がもうできないんですよ、これはやりたくないとかじゃなくて、やれるものがもうなくなってしまったんですよ、実質物理的にね。それで実は今日のニュースのリストはないけども、えらいことになってきたのは、貿易ができないっていう以前に人民元っていうね、チャイナのお金がドーンと下がってるんですよ、はい、ね、で、まあ、世界中円以外は下がってるわけですよ、なぜかというとアメリカがトランプさんがバブル作ったから、これは口バブルなんですよ、減税やりますってね、で実際減税実行しようとしてて、財源の心配をせずに、この減税だけ先行させてるから、だから今のうちにその税金が減ってるそのうちひっくり返るかもしれないから、トランプさんいなくなるかもしれないし、今のうちに物も買おうというのがアメリカ人だから、日本人は逆に今のうちに貯金しとこうになるけど、ね、だからわーっとアメリカの景気良くなってるってことはインフレ、このパソコンがさっきまで100ドルだったのが150ドルになったりするから、どうするかというとアメリカの中央銀行にあたる FRB は金利を高くしてるわけですよ、金利を高くする、つまりお金を貸し出すときに利子をたくさんね集めちゃうから、ドルが市中に少なくなるわけでしょ。でしかも今まで例えば人民元で持ってたり、それから例えばペソで持ってたりユーロで持ってたやつをドルに変えたら利子がつくわけですから、ね、だからお金がアメリカにギューッと集まってて、
僕はこの夏健康を優先にしたいんで海外市長を絞ってアルゼンチンだけ行くわけですから、この間言った通り、うん、地球の裏側まで、はい、ね、アルゼンチンは国家破綻直前まで行ってるわけですよ今、うん、通貨が下がって下がって、うん、それをしかし横目で見てられないぐらい人民元がむちゃくちゃに下がっていて、というのはその人民元というのは共産党がコントロールしてるから余計にこうやって支えてくれなきゃいけないんです、ね、党がね、で円は別にあの安倍政権何も支えてないわけですよ。逆でしょ、日銀はちょっと長期金利上がってもよしにしたけど、基本的にはジャブジャブこの円を金融緩和って言っても、だから多いものは安いでしょ、だから自国通貨を安くしようとしてるわけですから、そうでないとみんなが円の値打ちを認めてるから上がっちゃうん でドルがこうなってても金利がつかない円が、はい、そのどんどん売られたりしないっていうのは円だけ例外なんですよ。とか人民元はこうやって要するにこう支えてて、はい、でそれは例えばアメリカと中国が裏で取引をして、今までオバマ政権の時のように中国のものを、ね、アメリカが売るより倍以上、ね、中国のものアメリカが買ってくれるというのが支えてた、これなくなったから、はい、このここ本当こうなったの、こうなったんでドーンと落ちてるんですよ。これはね、下手する世界恐慌につながりかねない。で前にありましたよね、あのひょっとしたら世界恐慌かっていうのはチャイナショックっていうのがね、はい、でチャイナショック2っていうのが、うん、あの来るんじゃないかっていうのが、それが本当のマーケットの見方で、それを共産党が、その人民元を安くせざるを得ない面もあるって分かります。つまりもう関税かかってるでしょ、中国がまだアメリカ売ってたのどうするんですか、海に捨てなきゃいけないでしょ、ね、さっき言った通り値段上げると値段上げるか利益少なくするか、それ両方とも嫌だったら、要するに人民元安にして為替の操作でその分を吸収すると、ね、いうのをやらざるを得ないから、共産党は一時期までこう下げようとしてた、それもあるから余計下がってて、じゃあ今度支えようとするとですね、支えるものがないんですよ。で中国はこれからどうするのかと、で間違いなく中国が検討してるのは、中国が買ったアメリカの国債をね、じゃあ全部売るかと、これがですね、あの中国共産党が簡単にそれできないのは、実はアメリカの法律の恐ろしいところがあって、トランプさんがその気になったら緊急事態と称してですね、その中国が持ってる国債は全部あの紙くずだにできるんですよ、一言で言うと、これ考えられないですよね、これは僕はあの昔聞いた時も考えられないって言ったんですよ、アメリカ人にね、例えば安倍総理が、いやもうあの結託悪いから、その外国人が持ってる国債は全部紙くずだって言ったらどうなんですか。でもそれやりかねないんですよ、トランプ大統領というかアメリカはね。いやだから北朝鮮とアメリカの関係は、アメリカが戦争さえしなければ北朝鮮は怖くないって言ってるわけですよ、実質そうでしょ、はい、ロシアからも中国からも援助があるし、ね、あのひょっとしたら拉致事件をカードにして日本からみんなの税金をたくさんいただけるかもしれないと、ミスター小泉はそれ約束したんだから、今回もあり得ると北は思ってるわけですよ、セドリだって韓国がね。ところがですね、あのボロ国家がそうやってアメリカに強気に出られるのに、あの大国の中国がですね、これあのトランプさんをもっと本気にさせると、米国債持ってたやつが紙くずにされかねないと、ね、それで人民元がどんどん安くなっていって通貨崩壊が起きると、一体どこで何をしたらいいのかと、そうでしょ、そういう状況に今チャイナが陥ってて、で、こう中国に、こびるオールドメディアはそういうの全然報道しないんですよ、まあ、日本の新聞ですとね、やっぱ産経新聞が比較的、はい、この大きな記事にはしてないけれども、産経新聞の経済記事っていうのは、はい、見るべきものがあると僕は思ってるんですよね、非常に冷静な経済記事なんですよ。アメリカでいうとウォール・ストリート・ジャーナル、残念ながら日本経済新聞じゃなくて、産経新聞の経済記事は、僕はあんまり産経褒めないんですけど、この間インタビューが載ったからじゃないですよ。いや、もうそれはもちろん。あれも誤報が元になってるわけですから、ね、はい、いやでも、この実はチャイナショックが進行しつつあるっていうのを一番書いてるのは、間違いなく日経よりも産経ですよね。でそれが本当のこのニュースの中身なんですよ。米中が大国同士やり合ってるって話じゃないんですよね。じゃあトラドリの時間今日ちょっと必要なん
はい、で、あと5分ということですが、そのちょうどその、はい、それをこちらですよね、参りましょう、はい、ど真ん中の番号ですね、先ほどのニュースにつながる追加関税想定以上に機能トランプ氏という、続けて深入りまいりましょう。